キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェックということでプロ野球8月夏休み入りまして、夏暑い夏ココナッツ、はいっていう感じでね、この8月をどう乗り切っていくのかっていうところが、もうあなたのチーム昇格ゲームですよっていう、なるのか優勝争い食い込んでいくのか、 A クラス争いになるのか、脱落するのか、かなり大事なね夏休みになると思いますけども、その中で、まずはパリからオリックス対ロッテ3対2でロッテの勝利というところで、オリックス先発宮城、いや宮城8回107球7安打2三振2四球1デッドボール3失点と、まあ、このね結果だけ見てたらそんな悪くないかなっていうところもあるけども、なんと7月17日の西武戦から5失点4失点3失点しかもこの3戦連続1イニングにもう大量失点するんだよ。でそれ以外良かったのにみたいなのが3試合も続いてるから、ここはねちょっとバッテリーも含めてねちょっと考えなきゃいけない。その別に点ねどうやって0点とか無理やぞはあるけどね、この3戦連続1イニングに大量失点、ビッグイニングを作られるっていうのは、まあ何かしら打たれ出したらリードが単調になるとかね、配球パターンが単調になってくるとか、その何かのボールにこだわりすぎるとかねっていうところがあるんじゃないのかなっていう、もしくはねストライクに逆に集めすぎちゃうとかね、これはちょっとね宮城ほどの素晴らしいピッチャーが3試合連続1イニングに大量失点ってちょっとこれはねチームも含めて考えなきゃいけない。なんかもったいないよね、それこそね。しかもそれが続くっていうのはね絶対何かしらの原因があるから、それをね追求していかなきゃいけない。でロッテ先発石川、5回67球5安打3三振無四球無失点と、まあこちら故障上がりっていうところもあるから、まあ球数制限5イニングでっていうところもあるけども、まあ、ね、なんかそんな全体的にこのガーッて強めの球球速とかこう球威とかなんかそれ見た感じとかっていうのはそんななかったけども、やっぱコントロール良かったね。あの変化球ストレート、左バッターのインコース、右バッターのインコース、アウトコースともにね全体的に丁寧にコントロールよく緩急つけた素晴らしいピッチングだなと思いました。ピッチングね、まあ、その中でねロッテはこの2回ビッグイニングっていうところでワンアウトから中村デッドボールで、高部の内野安打で、田村がねセンターのタイムリーツーベースで、友杉アウトになるけども岡がレフトへタイムリーツーベースで一気に3点。だからまあね、田村に打たれちゃダメだよ。やっぱオリックスバッテリーもね、2割1分1厘ね、こう今のロッテ打線の中だって1割打ってない。でも田村もね、今佐藤がね頑張ってる中でこの1本はね本人にとっても大きいっていうねところではかなりね大きい、この3点ビッグイニングね。この田村に簡単にアウトコースのあれストレートだよね、ツーシームとかじゃないよね、ストレート系を投げてきっちりね打たれる、しかもツーボールにしてからストライクを取りに行くっていう、こうもうまずツーボールにしてるっていう、そこまで警戒しなくてもいいのにっていうのもあるし、まあ、ツーボールになったからストレートで簡単に取りに行く、まあ、それを見事にね田村はね、しっかり狙って打ったっていうところは素晴らしいけども、田村バッテリーね、オリックスバッテリーはちょっとこのなんか甘いよね感じがね。で一気にビッグイニング取られて、でまあねこの3失点、だけで終わるのよ。でロッテとしてはまずい攻めもあったけどもね、7回、ワンアウトから友次岡の連続ヒットでワンアウト一塁、ここで藤岡がね左中間寄りのレフトフライ、これをファーストランナー岡が飛び出してダブルプレーバーッと、なんでそんなに行く、ギリギリでもない飛びついてもないワンパンでもないギリギリでもない普通のレフトフライ、なんでそんなに飛び出すっていうね、バーッと、これはちょっと意味わかんなかったね。で9回にもね1点差に追い詰められてるところでね、ワンアウト1、3塁、飛ぶ時ねセーフティースクイズするけども、まあ、ピッチャーのマッチャーとかね、ナイスプレーっていうところもあったけどもね、やっぱね若月のねタッチは多分12球なんで一番うまいかもしれないね。このねコリジョンに向けたあのタッチのね、もうベースの際なぞってるだけだからね、もうなぞってるだけでそこにもうね突っ込んでくるだけだから、ランナーがねなんか追いタッチにもなんないし、タッチもしに行けないし、ベースの際にねこのミッドも置いていく、もう置いていく作業のみっていうねところで、本当にね若月ナイスタッチね、まあ、マッチャードも良かったけどね、まあ強いて言ったら三塁ランナーの和田の第二リードがちょっと小さすぎるね。まあピックオフプレーでね小川がライオンズでね告げに刺されてアウトになってるからね、まあそれも影響したのかなっていうところはあるけども、ちょっと第二リードがね小さすぎる、もうその分ね楽々アウトになるっていうところもあるから、もうちょっとだから第2リード取りたくないんだったら第1リード小さめにして第2リードで助走つけないと、なんかで、ね、第1リードのままポンポンって上に行ってるだけだから助走ついてないっていうところが気になってね、走塁をね、まあ、こういったところでもっと1点ねロッテは取っておけばもっと楽な展開になったかなっていうところはあるけども、オリックスはヒットは打つけどもね、
つながらない、ね、単発で終わる、もう単発だぜ、ね、まあ、その中でね、まあ、一番最初のビッグイニングで言えば5回先頭手でのツーベースで野口三振、ここで進塁打打たないところ、細かいところ、ね、でその後ね若月が、見事にね一塁線ドラッグバントでね、セーフになって一三塁チャンス作るけども大里がね、ピッチャーゴロで、セディの3本間に挟まれてアウトで、ランナー二三塁進塁したけども、北がライトフライで1点取れずっていうね、まあ、こういう一三塁もこう一番楽な展開でピッチャーゴロだからね、ここで外野フライで持って1点でもっていうね、もしくは本当にもうスクイズでもっていうねところはあるけどもね、まあ三塁ランナーがセディのだからちょっと難しかったかもわかんないけども、で6回裏ね、西野、森が連続ヒットで中川宗がアウトになるけども、ツーアウト一三塁からセディのがレフトにタイムリー、そして代打杉本がレフトにタイムリーヒットを打って1点差、しかもここで若月がね三振っていうね、ところで1点ね追いつけずっていうね、どうなんやろな、打撃の成績見てても若月1割台やろ、だからこの9回にねその若月のところに代打西川が出るってチャンスはね作って、ツーアウト1、2塁ね、あと1点入れば同点っていうところで、まあ、最後西野がレフトフライアウトになるけども、まあピッチャー坂本っていうのもあるけどね、もう思い切って代打もここで西川でも、まあ、結果論になるけどもね、良かったんちゃうかっていうところはあるけどね、今年坂本の成績がね対左に3割7分対右には1割3分5厘っていうところで、まあ、右の方が打たれてないしね、左の方が打たれてるっていうところもあるから、もうあの勝負に出てね、あの若月の打席代打も思い切って西川でも正直良かったんちゃうかって思いますけどもね、オリックスファンの皆さんどうですか、まあ、結果的にねオリックスは連敗が続く、ロッテは連勝が続く、2戦目以降どうなるのか、さあどこでも撮ります YouTube ということで、オリックス対ロッテ、8月3日、5対1でオリックスの勝利というところで、オリックス先発田島8回111球6安打4三振1球1失点グペッチ、やっぱホーム安定してたらやっぱりいい球筋でいくね、頭も振れてないしね、しっかり頭を振らないで腕を振るっていうところではね、非常にいいバランスでいいフォームだったと思います。でロッテ先発西野5回95球9安打5三振1球1ジェットボール5失点、変化球高かったね、その変化球高いところを、まあ、物の見事にね仕留められちゃったかなっていうところで、オリックスはね、初回、先頭大里センター前、西野レフト前ヒットでノーアウト1塁から森がね、ファーストゴロの間にランナーは進塁してワンアウト2、3塁、ここで4番西川がね吉井レフトで犠牲フライを打って1点先制、しかしロッテはね3回表、先頭田村がツーベース、いいね田村ね、しかしオリックスバッテリー前日もまっすぐ打たれてるのにこの5球連続全部まっすぐだからね、ちょっと舐めすぎちゃうかな。で9番小川が送りバント、でワンアウト三塁になって岡は三振するけども藤岡がね、センターへ同点タイムリーヒット、しかしオリックスはね5回裏一気に猛攻というところでツーアウトから、森センター前西川ライト前ヒット、セデのデッドボールでツーアウト満塁から北がねレフトにタイムリーツーベース、そしてツーアウト二三塁から紅林がレフトにタイムリーヒットというところで一気に4点のビッグイニングね、そしてそれをね、しっかり守りきって、田島の後、9回ねペルドモがしっかりノーヒットで抑えて三者凡退ゲームセットっていうところで、ロッテはね6安打、まあ、完敗かなこれはね、しかしロッテはね、まあ、この2回ね先頭佐藤がツーベース、で石川のセンターフライの間に3塁タッチアップ、このワンアウト3塁で1点でも取れてればっていうところで中村藤原連続三振ね、ここが最後勝負球ね、立場も低めの変化球ねしっかり投げ切ったっていうところも良かったし、あとねこの1点取って同点になった後の4回ねワンアウトから石川がツーベースで、ワンアウト2塁から中村の、ライトフライをタッチアップして3塁石川タッチアウトバンと、いやワンアウト二塁でそんなに慌てて三塁ってツーアウト三塁をわざわざ作ってまで勝負いかなきゃいけないかと、ライで来たねグッスロー、しかもその後ヒットだからね、攻守も当たってグップレイね、これはねもうしかも楽々アウトだったからね、そんなにねチャレンジしなきゃいけないところでもないし状況でもないしタイミングでもないし、で結局ねそれによって追加点ね、まあこれ残ってたからって追加点取れたかどうか分かんないけどもね、流れが変わって5回裏でビッグイニングだからね、正直この走塁はねバーッとだったと思います。しかし結果ね、まあ、オリックスはこれで連敗ストップ、まあ、ここからどうなるのかね、ロッテとしてはちょっと田島にねちょっと左ピッチャー抑えられる傾向あるんじゃないのかなって思うけどね、まあ、データ見てないけど気のせいかなっていうところですけど、ロッテファンどうでしょうか。2戦目ね5対1でオリックスの勝利でした。オリックス対ロッテ、4日の試合0対3でロッテの完封勝利というところで、このカード2勝1敗でロッテの
勝ち越しっていうところになりましたけども、ロッチ先発谷内、7回111球、4安打8三振、1球無失点と、最近ちょっとボコスかね、やられてたから、このね、ピッチングで非常にね、弾みついたんじゃないのかっていうところと、まあ、低めにフォークも決まってたしね、いいピッチングだったと思います。で、オリックス先発佐藤に、7回103球、5安打6三振、1球1失点、こちらもクッピチ、谷内もクッピチ、ね。2人とも良かったけどね、まあ、これで負けたらもう佐藤とせいじゃないよね。仕方ないっていうね。まあ、オリックス的にはもうこの試合完敗だね。ロッテはね、初回岡野先制ホームラン、先頭打者ホームランで1点先制して、で、まあ9回にね、ワンアウトから中村センター前、友杉三振するけども、藤原フォアボール、で、岡デッドボールっていうね。で、ツーアウト満塁から大川がね、インコースボール球だったけど、うまく内側で肩出して、レフト前ヒット。で、このセカンドランナー藤原がね、いいスタート切ってね、本塁セーフっていうところで、ね、ダメ押しの3点目。ね。まあ、オリックスとしては5安打だからね、まあ、強いて言ったらこのね、5回表。先頭北がツーベース。そして、ノーアウト二塁からトングがショートゴロで進塁打打てずね。で、その後、代打中川がセカンドフライの若月三振というところで、もう勝ちたかったらね、こういったところをちゃんとね、やっていかないと、ただでさえ点取れないんだからね、勢いに任せてやっていってもなかなか難しいんじゃないのかなと。でも唯一、これぐらい、ここで1点取ってればっていうね、ところだったけど、ロッテとしてはね、8安打で外にね、結構完璧に抑えられてたけどもね、まあなんとかね、谷内がね、いいピッチングして、で、その後にね、横山、鈴木とね、非常にいいリリーフして、しっかり逃げ切り勝ち、完璧な勝利。まあ、2勝1敗で勝ち越しの、ロッテはこの1週間ね、5勝1敗だから、来週からソフトバンクに向けてはかなりね、最高の1週間になったんじゃないでしょうか。続いて、ソフトバンク対日本ハム。6対4でソフトバンクの勝利っていうところで、ソフトバンクも強いね。でもね、ソフトバンクね、打つ打つ打つとかね、言うけども、今日の試合でね、ソフトバンクの本当の強さは何なのかっていうところがね、もう出てるなっていうところがね、出た。かなりいい試合だったね。やっぱりね、守備だね。だからやっぱこう、ソフトバンクね、ここまで、パリーグ最少の36。で、12球団でもジャイアンツも36だから、まあ、同一一番少ないんだけどね、エラーが。やっぱりね、この守備で無駄なしって、この試合もね、一歩間違ってたら負けてたかもしれない、正直ね。でも全ては守備でね、相手のね、チャンスをね、掴み取ってね、失点を増やさないっていうところではね、この守備がね、もうめちゃくちゃ、もうここだね、ソフトバンクが強いね、打つ打つ打つとか、近藤とか、まあ確かにすごいよ、山川、確かにすごいよ、ね、シュートなし、確かにですよ。でもね、この守備力のね、素晴らしさ、ね、まあ、このまずね、試合展開を追うまでに、もうまずは言っとくけども、3回ね、3回表2アウトから上川畑のショートゴロ、ね、三遊間ちょっと深めのところ、今宮がね、若干握り損ねてね、握り直し投げたときに、ファーストへ後頭したときに、ショートの川瀬が、ファースト若干ワンタッチするけども、ダイレクトで、ノーパンでバックアップ。ビッグ。素晴らしい。ね、セカンドで言えばね、最近牧原とかね、よく出たから久々のね、川瀬のスタメンになるけどもね、あれをね、ノーバンでバックアップしてね、カバーで取る。グッと。素晴らしい。なかなかできないよ。あんなの普通に。ね。それを、もし、あれ取れてなかったらね、スタンド入ってるかもしれない。そしたら二塁まで行かれてるかもしれないっていうところで、あれね、もし見てない人がいたら見てほしい。もう、いきなり川瀬みたいなね。素晴らしかったし。あとこのね、これだ、5回の表ね、ワンアウト満塁から郡司のセンターフライね、犠牲フライなんだけども、これもセンター尾形ね、後ろ下がって下がってジャンプ一番取ってよ。あれ抜けてたらもう、多分走者一掃なってるかもわかんない。この回ね、5回1点しか取られてないけど、まあ、5対1で迎えた。これね、3点入ってね、5対4になってる可能性もある中で、あれをしっかり取ったね、尾形のプレー。ね。そして、続いてはね、このね、初回のね、ツーアウトからの郡司のセカンドライナーダイビングね、このいきなり初回から川瀬が見せるからね、あれも素晴らしいプレーだったし、で、あとは、その後ね、センターに抜けそうなやつ、川瀬がダイビングで取ってセカンドに突進したやつも、めっちゃ素晴らしかったやん。で、シュートのね、センター、あれ、マルチネスだったかな、取ったやつも。そうだしね、川瀬のやつどれだったかな、めっちゃ素晴らしいダイビングね、あったんです。ホークスファンの皆さん分かってんのよ、川瀬のねダイビング取ってプシッっていうねプレーも良かったしね、
そういったところでもね、非常にディフェンス面がね、めちゃくちゃ素晴らしい。そういったところで無駄にね、失点してない。6対4ね。お互い、日本打線もね、調子良かったっていう中で、そういう守備の一つ一つのプレーで相手の進塁を揺らせない。相手の得点を許さないっていうね、この守備力がね、このホークスの強さっていうのをね、今日は存分に発揮したね、この8月2日の試合だったかなと。これ本当、見てても面白かったね。うん。まあ、その中でね、ソフトバンク先発、シュワツジンジャー、5回79、5安打3三振、2球2失点。で、日本ハム先発、加藤、4回76球、8安打6三振、無四球5失点っていうところになったけども、ソフトバンクはね、初回いきなり速攻。ワンアウトから今宮ツーベース、栗原三振するけども、山川がレフトへタイムリー、そして近藤が、右中間ツーランホームランで3点先制。で、3回裏にも近藤が2打席連続ホームランで4対0。で、日本ハムはね、4回表にグッジのホームランで1点返すけども、4回の裏に甲斐がね、左中間のホームラン、すぐ1点取り返す。頑張って。ね。大きかったね。しかしね、この5回の表、ワンアウト満塁からグッジのね、犠牲フライで1点返す。これも先ほど言ったようにね、尾形のナイスプレーがなければね、一気にね、ビッグイニングってなったところをね、最少失点で切り抜ける。で、6回裏にもね、先頭松木がフォアボール。で、ここで代走シュートが出てきて、甲斐がね、送りバント失敗するけども、バーッとこういう時にきっちりやっていこう。しかし、シュートの足があるっていうところで、代打中村の打席でシュートが盗塁。そして、ワイルドピッチで三塁に行って、で、またもワイルドピッチ。バーッと。結局、ノーヒットで行ってんだからね。まあ、この 2個目のワイルドピッチはまあ仕方ないかなっていうところもあるけどもね、ここはちょっとプリンって前ね弾いただけだからね。まあでもこれノーヒットで1点取るっていうこのシュートの足素晴らしいよね。で、8回表にねレースの2点タイムリーヒットで2点返すけどもね、まあこの6対4、まあここでゲームセットっていうね。まあ、9回はね、松本が3人で抑えてね、6対4、まあ打ち合いのような中でやっぱホークスをね、高い守備力っていうところで無駄な失点を、防いだところがね、この勝ちにつながったんじゃないのかなと。ホークス強し、素晴らしい試合だったと思います。ソフトバンク対日本ハム、3日の試合7対8で日本ハムの逆転勝利というところで、日本ハム先発根本、2回3分の1、60球、4安打2、3、4、3、4、5失点と、まあ、その後生ため宮西、池田、河野、田中、正義とリリーフで、踏ん張ってね、まあ、失点はするけども、なんとかね、逆転勝ち。で、ソフトバンク先発有原、7回119球、8安打6三振、1四球6失点と、なぜか日本ハムに勝てない、古巣に勝てないっていうところで、ね、まあ、この試合はビッグ、ね、大量失点してしまったけども、ね、まあ、基本的には2点台の防御率でね、ちょっと援護もなかった、勝ちきれなかったけど、この日は大量失点。で、その後ヘルナンデスもね、やられちゃってっていうところで、日本ハムはね、初回、先頭ね、浅間がセカンド内安打、ね、まあね、この、川瀬ね、必死ダイビングで止めるけどね、内野安打。この後ね、盗塁成功して、ノーアウト二塁になって、郡司ね、ここからしっかり右打ちしてね、なんとか最低でも進塁打。しかし、ボール球振らないよっていうところで、10球粘ってフォアボール。グッ選球が。ね。で、ノーアウト一塁から清宮がね、レフトにタイムリーヒットを打って1点先制。なおもノーアウト一塁ね。ここでね、マルティネスはアウトになるけど、松本レフト前ヒット、ワンアウト満塁から石井三振、万波ライトフライ。ここはね、有原よく踏ん張ったけども、2番ここで追加でほしかったね。で、ソフトバンクは2回裏、先頭正木ツーベース、甲斐がフォアボール、ノーアウト一塁から河内がね、送りバント失敗、三塁アウト。ここね、もフィールディング良かったけどね。で、ワンアウト一塁からシュートがね、レフトにタイムリーヒット。で、ここでね、レフト頭がファンブレーラー。で、ランナーが進塁して2、3塁。で、柳町がきっちり犠牲フライを打って逆転。こういうところに日本の朝もバーッと。もったいないよね。で、3回裏にもね、栗原センター前、山川レフト前ヒット、近藤フォアボール。で、ノーアウト満塁になって、正木が犠牲フライ。これで終わるかなっていうところで、ピッチャー生手に変わったところ、甲斐がセンター前ヒット。で、ワンアウト満塁から、河瀬がライトへタイムリーヒットのシュートをショートへ内野安打で一気に4点で6対1。で、ワンアウト1、3塁で1番柳町。ここでよ、問題は。シュートが盗塁して、楽々アウトになるね。楽々アウト。ね。これはもうね、6対1になってエース有原が成り立てるっていうね、油断ちゃうかっていう。あの周東の足があるのに、楽々アウトっていうことは、無理やり走ってんだよね。走れないタイミングなのに。行くとこじゃないでしょ。で、ここでもし止まってて、ワンアウト1、3塁、結局柳も三振してね、点入らなかったけども、もう1点取れてたかもしれない。この盗塁はね、ちょっと、この状況に油断したんちゃうかっていうね、簡単にいっちゃったんちゃうかっていう。で、結局6対1でしょ。で、その表ね、4回表に、松本レフト前ヒットから万波がツーランホームラン。ね。しかもこのね、万波、松本がレフト前ヒットから、石井のセカンドところもね、これ川瀬がナイスプレーでね、アウトにすんのよ。で、その後万波のホームランだから、ここね、守備で、前日も言ったけど、守備で1失点少なくしてんのよ。なんと踏ん張ってね。
で、6対3で、5回表、先頭浅間ツーベースで郡司のサードゴロ栗原エラーバッと簡単なサードゴロファンブルでノーアウト一塁になって高めに浮いた変化球清宮が、ライトスタンドへ同点スリーランで6対6、もう余裕なくなってくるよ。しかしね、7回裏山川のホームランで7対6、これも勝ったら最後は山川のね、もうホームランでと思ったら8回表ピッチャーねヘルナンデスに代わって先頭松本フォアボールで石井ホーリーマンドを決めてワンアウト二塁から甲斐がパスボールバッとスライダーワンパンすると思ってブロッキングいったらワンパンセントキャッチャーミットの胴体当たってパスボールバッと判断ミスね。でワンアウト三塁になって万波がレフトでタイムリーヒットで同点で、ここでワンアウト一塁伏見が送りバントを決めてツーアウト二塁代打レイエスがライトでタイムリーヒットで逆転勝ち越しね。でその後、8回9回とねリリーフがピンチは作るけどもしっかり抑えてね最後ね一気に、ホークスもね逆転サヨナラかっていうねツーアウト一三塁ただ牧原ねしかし初球ねバット折りながらセカンドゴロでアウトっていうところではねまあ追いつけなかったけど、だからここのね油断ちゃうかと思うんだよね。ミスもそうだし盗塁もそうだしね、この6回のさ宮西が出てきた時にあのシュートをファーストランナーいたけどもそこやっぱ走ってないんだよね。やっぱ走れるかどうか見極めて走れないってなったら走らない、これがやっぱりね一流の走者のねやっぱ鉄則だと思うけど、あそこ無理やり行っちゃった、これ勢いに任せて行っちゃったっていう油断だと思うんだよね。しかし日本ハムはね初回もそうだし8回もそうだしきっちりバントで送ってね最低でも1点っていうところでね送ってワンチャンかけるっていうところでそれ見事にはまったね堅実な野球で大逆転、日本ハム良かったんじゃないでしょうか。ソフトバンク対日本ハム4日の試合3対2ソフトバンクのサヨナラ勝ちということでこのカード2勝1敗で勝ち越し、もうこのまま日本ハムね勝つのかと思ったらね最終回怒涛のサヨナラ勝ちというところで日本ハム先発伊藤大海ね7回90球3安打7三振1つのデッドボールで1失点ピッチね、これで勝ち星がつかなかったら思ってね。でソフトバンク先発大関8回107球2安打7三振2球1でトーンにして2安打しか打たれないからね結構スライダー低めに決まってね、いいピッチングだったと思います。まあ、その中でね、ソフトバンクは4回裏先制というところでワンアウトからねカーブをねもう狙ってたかように何本そのまま打ったからねタイミングねライトスタンドへ、打った瞬間ホームランと分かる先制ホームラン、まあ、このままね終わるかと思いきや7回表日本ハムの攻撃ワンアウトからレースライト前ヒットで松本アウトになるけどもツーアウト一塁から代打の野村がね、初球アウトコースから入ってくるスライダーをねバックスクリーンに逆転のツーランホームランね、このまま終わるかなと、ね、いうところで7回裏ね、栗原デッドボール近藤ライト前ヒットでワンアウト一塁チャンス来るけども松木サードゴロそして柳町三振とね1点取れず、ね、8回もセンター先頭ね代打牧原がライト前ヒットシュート送りバントを決めるけども、ワンアウト二塁から代打中村晃がセンターフライそして今宮がレフトフライと7、8もチャンスね作ってなんとかね最低でも追いつくぞっていうところでなかなか追いつけないね。まあ、その中でね9回表日本ハムの攻撃ワンアウトから磯端フォアボールでここでね松本剛の打席で磯端盗塁試みるもはいあこの磯端刺したスローイングすごかったね、くっつめちゃくちゃ完璧だった、あれ結構難しいけどね、コントロールも素晴らしくてねタッチアウトでその後ね2アウトからね松本がセンター前ヒットそしてまた7番のところで盗塁試みて今度はね投げやすいところだったけどね完璧なスローイングで1イニングにね2度の盗塁差しかいビッグスローね。でもこれでね、まあでも日本ハムとしたらね、もう1点取りに行くっていうところで、俺はまあアウトになったけど、この作戦はね、良かったと思う。それをね、ソフトバンクバッテリーがね、しっかり防いだっていうね、ところで9回裏、ね、ピッチャーね、田中正義が上がったところ、栗原がライト前ヒット、で山川がレフトでツーベース、でノーアウト1、2塁からね、近藤を敬遠して、このね、まあ仕方ないね、この敬遠ね。で、ノーアウト満塁から、正義がね、犠牲フライで同点、で、ワンアウト2、3塁になってね、柳町かね、センターへ3打ヒットというところでこのね正木のね犠牲フライこれがねしっかりライトでねでセカンドランナーも3塁にね進塁できたっていうところがね非常にねグッ素晴らしいタッチアップで最後はね、追い込まれながらもワンボールツーストライクからね、ストレートをセンター前でね柳町されたらねソフトバンク強いね。まあ、次ね来週に向けて、まあ、巻き越せなかったからね非常に良かったけど、まあ、日本ハムはねロッテを追い上げるところでねソフトバンクに1勝2敗で巻き越したのは大きいけどもね、まあ、ソフトバンクとしては来週ねロッテとの試合がある中でねゾゾマリンいい形のね、勝ち方でねマジック再点灯するかどうかね、さよなら勝ちソフトバンクの強さがね光った試合でしたね。続いて西武対楽天3対2で楽天の勝利というところになりましたけどこの試合はキャッチャー石原グッドプレー素晴らしい
これももう石、今日はもう石原で勝てたよ、正直ね。まあそこでね、鈴木空もね、それに鍛えて本当頑張ったっていうところはね、あるけども、楽天先発うちね、5回82球、5安打2三振、1球2失点っていうところで、まあ前回ね、ロッテ戦、ちょっとやられちゃったかなっていうところはあるけども、まあ1週間でしっかり修正。西武先発2倍、7回119球、6安打8三振、2球3失点っていうね、まあ自分の最低限のピッチングはしてるけども、まあ援護なくっていうね、ところで、楽天はね、2回表先制、先頭鈴木大地フォアボール、茂木センター前ヒット、で、ノーアウト1塁から小深田がきっちり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から犠牲フライで1点先制。しかし西武はね、3回裏、野村大地のセンターバックスクレイのホームラン、で4回にはね、2アウト1塁から昼間が盗塁して2アウト2塁になってガルシアがね、ライトオーバーのタイムリーツーベースで2点勝ち越し。しかし5回表にね、長嶋のプロ入り初ホームラン、ライトスタンドへ逆転ツーランホームラン、グッと今やここしっかり抑えなきゃいけなかったね。でまあそこでね、3対2で勝つんだけども、先ほどのねこの石原を褒めたっていうところで言うとね、まああの西武ね、最大のチャンス8回3対2に迎えたね、8回裏、先頭代打岸がライト前ヒットで源田攻撃バンドを決めて、山の上の打席で鈴木空ワイルドピッチ悪送球、でもあれはね止めれない、ゴリャーンってもう肩の上ね、頭の上行ってたからね、あれはもう石原止めれない、で山の上フォアボールで、ワンアウト一三塁なってからよ、こっからよね、でワンアウト一三塁からまだね、初球ね、スライダー、広場の打席ね、こうワイルドピッチになるけども、こうもっとね、しっかりもう止めていくから、でどんどんねワールドピッチになったとしても、そこからもねスライダーしっかり低めに投げて、石原しっかり止めるね、で広間三振、山村もね打ち取っていくっていうでね、あんなにもう叩きつけてワンパンでねなってる、でしかも1点差ね、ランナー三塁いってる、ワールドピッチで1点もやれへん、でも抑えに行かなきゃいけないから変化球やってキャッチャーも出す、ピッチャーもそれに応えてあんなミスをしないで次はしっかり投げる、ワンパン来たらちゃんと止める、グップレー、あれは良かったね。まあ、ああいうとこがキャッチャーのね、うまい下手もあるけども、ああいうところがキャッチャーの資質としてめちゃくちゃ大事なところ。多少ね、ワンパン、それはもう信用度なくなるよ。やめてねと。ワンパン止めれるけど、あんなの止められないよ。ちゃんと投げるの、どうなのってね、迷うんだよ、サイン出すときにね、ランナー三塁いる。大丈夫なの、あんなにドヒッカケして、スーパーワンパン投げるけど大丈夫なの、でもそれをね、あのでも後ろのためにはそれ投げなきゃいけない、絶対次止めるっていうねキャッチャーの思いと、次は絶対ちゃんと投げるっていうところのね、鈴木空石原のバッテリー、あれはね見ててよかったね。やっぱあれがね強気のリードだから、インコースまっすぐが強気じゃないかな、ああいうところのミスも起きながらね、どうなんやっていうところにファンの皆さんも思ったと思う、ワールドピッチとかやめてねって思ったと思うけど、あれでサイン出す、あれでしっかり止める、ピッチャーあれで投げ切る、あれが強気のリード、強気の配球だからね、インコース行くのが強気じゃないからね、そこら辺ね、もっと分かってほしいっていうところではね、非常にね、見応えあるね、終盤のね、争いでしたね。で、楽天もね、7、8、9とね、しっかり抑えられてね、だから佐藤、そして松本とね、しっかり抑えられて、追加点取れなかったけども、うちの後ね、渡辺、藤平、鈴木、そして則本ね、完璧にリリーフが抑え切って、このね、接戦を勝ち切った、まあ、石原のね、リード、そしてブロッキングも素晴らしかったけども、いい試合展開だったんじゃないでしょうか。西武大学対7対0で西武の勝ちというところで、西武先発竹内、7回109球、5安打5三振、1球無失点、グアピーチ。もう素晴らしい。で楽天先発竹中、7回115球、7安打2三振、2球4失点というところ で、西武は2回に速攻、先頭外崎フォアボール、ガルシアがツーベースを打って、ノーアウト2、3塁から野村大地が犠牲フライ、でワンアウト2、3塁から松原がタイムリースリーベース、でワンアウト3塁になって隅田がね、きっちりスクイーズを決めて、ね、一気に3点。で、5回にはね、2アウト1、2塁のチャンスで4番山村がね、センター前ヒットで4点目。で、8回には一気にね、先頭広間がツーベース。で、滝沢が送りバントを決めて、ワンアウト三塁から、トロサイがレフト前ヒットタイムリー。で、ガルシアがツーベースをつないで、野村大地三振するけども、松原がセンター2点タイムリーツーベースで一気に3点、ダメ押しで7対0。ね。楽天は6安打。まあ、強いて言ったらこの4回ね、ワンアウトから浅村鈴木大地の連続ヒットで、ワンアウト1塁、ここで阿部三振、小深田アウトで1点取れず。で5回にもね、太田と中島がヒットで、ツーアウト1塁チャンス作るけども、辰巳のショートフライで1点取れず、まあ、ここら辺でパンパンパンって1本出てればね、ひょっとしたら勝てたかもわかんないけども、ここはやっぱ竹内が許してくれないっていうところでね、竹内、ベチ7回、で8回佐藤、9回、某高橋、完璧に抑え切って、欲しい時に点を取る7対で、西武の完勝、これも楽天ちょっと仕方ないね、竹内新人王に向けてまっしぐらです。
西武対楽天、4日の試合5対10で楽天の勝利ということで楽天のね2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、楽天先発鶴崎ね3回61球4安打2三振1球3失点と、まあ、自身の悪送球もありねちょっとバタバタしたかなっていうね。で、西武先発菅井2回3分の2 62球、67球3安打1三振1フォアボールの3失点ね。まあ、西武はね初回ね、源田が内野安打で西川、広間がねアウトになるけどもね、ツーアウト二塁から山村がねレフトでタイムリーヒットで、外崎そしてガルシアが続いてね一気に3点先制ね。まあ、このままいくかなっていうところで2回の表ね阿部のホームラン、これ阿部がね12球団のホームランね、佐々木も12球団ホームラン打ってるんですよ、近鉄楽天があるんで、はい。で3回の表ね、ワンアウト一塁から王がねタイムリーツーベースで、1点差そしてツーアウト二塁から辰巳のレフト前タイムリーで同点で、4回の表ね、ワンアウト一三塁から黒川のライトへの勝ち越しタイムリーヒットで、逆転ね、そしてツーアウト一塁から小郷のねファーストゴロ、物の見事に野村がねトンネル、なんであれジャンプするかな、逆に下がらないとボール怖がってる場合ちゃうでね。でエラーで、一気に5対3、しかし4回ぐらいねそのエラーした野村な、レフトスタンドでホームラン打って1点返すけども、7回表にねビッグイニング、フランコ、黒川そして石原の連続タイムリー、その中でね、本塁への源田の悪送球があって一気に5点の10対4ね。で7回裏に、鈴木翔平が犠牲フライを打つけどももう10対5でね、圧勝でございます楽天としてはね。まあ、楽天このね西武にしっかり勝ち越してね、ここで負け越してたらね A クラス入りのね、権利失っちゃうからね、しっかり勝ったっていうところもあるし、もう西武はねもうどんどんいろんなことしながらお金使ってね、来季、そして、再来年に向けてねしっかりチームを強化していきましょうね。まあ、言うことはありません、はい。なかなか苦しい試合展開でしたね、楽天としてはビッグイニング作って15安打10得点そして勝ち越し良かったんじゃないでしょうか。次ですリーグ、広島対中日1対0で広島の勝利というところで、広島先発野村祐介5回79球6安打4三振1球無失点グッペッチ、こういう時にベテランがしっかりした働きしてくれたらありがたいよね。だから去年もそうだったけど、去年も野村、そして中崎、っていうところのベテランがねしっかり復調してきて、あと田中康介ね、頑張って2位躍進っていうのもあったし、この夏場の時期にねこういう風にベテランが、まあ、5回って言えどもね最低限のイニングで先発をねしっかり抑えてくれるっていうのは素晴らしいね、チーム状況本人の頑張りあると思います。その後黒原、堀江森浦ハーンとね、ランナー出してちょっとピンチもあるけどもね、ちょっとフォアボールがねちょっと一個ずつ痛かったなっていうところはあるけども、完璧なリリーフでグリリーフね。中日先発小笠原6回89球7安打2三振無四球1失点こちらもグッペッチ、いやもう攻められないね。まあもう広島はね、まあ、両チームチャンスは作るけど1本出ない中で、6回裏ね広島はワンアウトから野間がレフトへツーベース打って琴野がライトへタイムリーヒットで、ここで1点っていうところでね、まあこの1点を、逃げ切り勝ちっていうところだけども、ドラゴンズもやっぱりまあヒット7本しか打ってないけどチャンスはあった。タイムリー欠乏症、初回ね、福永細川の、ヒットでツーアウト1、3塁チャンス来るけども、カリステがセカンドゴロ。ね。で、3回にも先頭ピッチャー、大笠原ライト前ヒット、村松送りバントを決めて、福永、ライトファールフライ、そして高橋へフォアボール。で、ツーアウト1、3塁チャンス来るけども、細川がね、センターフライで得点できず、ね。で、5回にも、カリステ、岡林、加藤の、ヒットで、ワンアウト満塁。で、小笠原三振、村松セカンドライナーとね、まあ、ここピッチャーが絡むっていうのはあるけどもね、まあ、先ほどヒット打ってるだけに期待値はあったけども、1本です。ね。で、もう、5回以降は、ノーヒット、シャットアウトっていうところになってくるけども、8回、ね。ツーアウトからカリステフォアボールで、代打中田がレフト前ヒット。で、ツーアウト1、3塁チャンス来るけども、代打山本がセカンドフライと。ね、もう勝負どころで1本出たか出なかったか、まあ、これのね、違いが勝敗にね直結したかなっていう中では、ピッチャーね先ほど言いましたけども、広島リリーフ陣も含めてね先発野村ピンチを作るけども最後ね失点に、結びつけなかったっていうところは、キャッチャーのね石原含めて非常にね粘り強い、ピッチングバッテリーだったと思います。1対0広島先勝です。広島対中日、3日の試合4対1で広島の勝利というところで、広島先発森下8回101球7安打8三振1球1失点グッピッチ、まあ、低めがね
しっかりね変化球も低めに決まってねいいピッチングだったと思います。で中日先発大野雄大、5回72球7安打3失点0、1四球3失点、まあ、自身のミスもねあって痛いね投球になりましたけども、中日はね、三冠表先生8番木下レフト前ヒットで、大野がここで3バウンド失敗、パーッとここきっちり怒りたかったね。しかしその後村松がセンター前で、ワンアウト1、3塁から福永がねセンター前タイムリーヒットで1点先制、なおも1、2塁でねカリステセンター抜けるかっていうところを菊池がダイビングキャッチからのグラブトス、そしてセカンドランナー森下が飛び出し、セカンドランナー村松が飛び出しててダブルプレー、菊池グップレー、村松バーンと飛び出しちゃダメですよ。まあ菊池のねスーパープレーはあったけどもね。でこのね、ピンチを、防いだ中でね広島は5回裏ね、坂倉菊池が連続ヒットで、ノーアウト1塁のチャンス、ここで矢野がねセーフティーバンド送りバンド気味のねセーフティーバンド気味の送りバンドをして、ピッチャー大野がファーストへ悪送球でノーアウト2、3塁で、ここでピッチャー森下がセンターへのタイムリーヒット、なんと8番に入ったピッチャー森下がセンターへのタイムリーヒットで2点で逆転勝ち越しっていうね。でもこのね大野のファーストへの悪送球ね、あれ何回見てもあんまり見れなかったけども、セカンドの板山取られへんかったかな、あれ取れたんちゃうかって俺は思うんやけど、ちょっと詳しく見れなかったからね、ワンカメのところしかねだからよくわからんかったけども、まあどうなのかなっていうね。でまあミスもあり一気に勝ち越しで、7回裏にはね2アウト3塁から秋山がねレフトにタイムリーヒット打って、そしてダメ押しの4対1ね。で9回表にはね、栗林がマウンドに上がるけども、細川のレフト前ヒット、中田のね内野安打っていうね、今のなしでも7回にねダメ押しの1点っていうところで勝ち越しっていうところでね、まあ中日としたらまあここかな。8回表木下レフト前、そして代打大島がレフト前ヒットでノーアウト1塁、ここで1番村松、まあ今日2安打打ってるっていうところでね強攻策で打ちに行ったけどもレフトフライ、ここだから打ちに行くとしても引っ張ってほしかったよね、最低でも進塁っていうねところもあったけども、でその後福永見逃し三振のカリステライトフライで最後のチャンスに1本ですね、森下栗林のリレーで逃げ切り勝ち、まあカープとしてはね、森下でしっかり勝っていくっていう中ではね完璧な勝利だったんじゃないでしょうか。広島対中日、4日の試合6対4で広島の勝利というところで、広島先発クリアレン6回86球9安打3三振無四球3失点、まあ、このフォアボール出さなかったっていうところがね勝ちにつながったかな。全体的にちょっと変化球も高かったから調子自体はそんなによろしくなかったような感じもするけどもね、これ無四球っていうところが、まあ、最少失点ね、まあ、3点で抑えられたっていうところも大きかったんじゃないでしょうか。で中日先発根尾ね3回54球8安打1三振1四球6失点、まあ俺2軍の試合とか見てたわけじゃないからあれなんやけど、なんかほうピッチングフォームがカクカクしてんだよね、カクカクみたいな、なんかスムーズさがないなっていうところはあるんだけども、まあ、広島はね、初回速攻というところで先頭秋山フォアボールで、野間がレフト前ヒットで、中村がピッチャー強襲の内野安打でこれ焦ってね根尾がセカンドへ悪送球で、小園がタイムリーヒットの、坂倉タイムリーツーベースでノーアウトに三塁から林がファーストゴロでアウトになるけども、矢野がレフトへ2点タイムリーツーベースっていうね、その後ね、ワイルドピッチとかいろいろあるけども一気にね広島は5点先制。しかし中日はね2回の表に2アウト1塁からそのね9番ネオがねセンターへのタイムリーツーベースグッバイ、めちゃくちゃ素晴らしいバッティングだったね。1点返すけども2回の裏ねすぐ秋山がライトスタンドへホームランを打ってすぐ取り返して6対1。カープはね3回以降ほぼねヒットも出ないでチャンスもなく、このね序盤の6点でね、まあ、逃げ切り勝ちっていうところだけども、中日はね4回ワンアウト満塁からリュークのセンター前タイムリーヒット、ここで続きたかったところだけども村松がね6-4-3ダブルプレーで1点しか取れずっていうね、まあこの中でもねワンアウトからディカーソンがライトでツーベースで、ワンアウト2塁から田中美希のセカンドゴロをね二股がね、まあセカンドランナーディカーソンが出すぎてると思ってセカンド狙ってフィルダーチョイスになるのよ。この点差考えて、4回表6対1 5点差あんねんね、しかもワンアウト2塁やね、そんな無理にアウトにしなくてもこっから石橋ピッチャーと下位打線行くわけやろ、確実にファーストやろ、バッと判断ミス、これフィルダー勝率になってワンアウト1塁で、石橋がライト前ヒットで出て根尾のところで代打リューク、これ根尾そのまま出しても俺は良かったんちゃうかと思うけどもね、まあ、リュークがセンター前タイムリー打ったからいいけどもね、で1点返してここ一気に村松で 2-3 点って行きたかったところだけどね。で5回表にもね福永ツーベースでカリストのねファーストゴロで3塁進塁して、細川のね、
ピッチャーゴロー、ね、クリが慌ててファーストへ悪送球っていうところでね、これがタイムリーエラーね。で、8回にもね、2アウト3塁からリュークがね、レフトにタイムリーヒットを打って、まあ1点返して6対4、まあ2点差までね、追い上げるけどもね、やっぱり序盤のね、6失点が痛かったっていうところもあるし、広島はね、やっぱり初回のビッグイニングがね、大きかった。しかもこのカープはね、この間3連勝だからね、めちゃくちゃ大きい試合展開になったんじゃないでしょうか。ドラゴンズは3連敗、ちょっと消化ゲームの鐘が鳴り出しますよっていう痛い3連敗でしたね。続いて DeNA 対阪神、2対4で阪神の勝利というところで、阪神先発村上頌樹、7回3分の1、102球、6安打5三振、2四球、1デッドボール、2失点と、ちょっと球数はね、かかったけども、しっかり粘り強い投球、その後、黄金リリーフ、石井、桐敷、岩崎、グッピッチ、素晴らしい。ね。で、DeNA 先発ジャクソン、5回3分の1、107球、5安打8三振、2四球、1デッドボール、4失点と、1イニング、ビッグイニングでやられるっていうね。まあ、その後は京山、坂本、中川、佐々木、早とね、しっかり頑張ったけどね、やっぱこのビッグイニング痛かった。ね。DeNA はね、2回裏、ね。オースティン強打フォアボールで2アウト1塁。で、ここで、戸柱デッドボールとね、村上らしくない制球を乱すっていうところで、ワンアウト満塁ピンチを作って、林がね、センターへの犠牲フライで DeNA1 点先制。しかもノーヒットで1点を取るっていうね。まあ、阪神はね、前半から、まあ、ジャクソンにね、結構しっかり抑えながらね、まあ、ランナーを出してもね、4回表、ワンアウト一塁で前側ね、ここでセンターフライになるけども、なんとね、ファーストランナー大山が、セカンドベース踏んでなくて、アウトになってね。だから、あれね、セカンドベースがね、こうあるじゃん。これね、踏まなくても、越えて、三塁に行く姿勢を見せたら、もう、踏んだと同様に見られるから、踏んで帰ってこなきゃいけないね。ここね、勘違いする人も、俺もね、勘違いしてた時あったもんね。こう、踏んでなければ、またいでも、踏まなくて帰っていいと、かと思ったらダメなの。もうセカンドベースをまたいだ時点で、またいで三塁を一瞬でも狙った時点で、もうそれはセカンドベースを踏んだとみなされるから、ちゃんと踏んで帰ってこないとね、踏んでいったのに踏まないで帰ってきたっていうセカンドベースね、空かっていうね、アウトになっちゃうのよ。でもここね、 DeNA の守備陣よく見てた、グップレーね。だからそこら辺ね、大山もルールね、ちょっと勘違いしたかもわかんないね。ね、だから皆さんもね、踏まなくてもまたいだ時点でね、三塁を狙った時点で帰ってくるときはベースを踏んでから帰ってこなきゃいけない、ね、もしセカンドベースを手前で止まってた、それだったら踏まなくてもいいけどね。そういったところです。で、踏んでてももう一回踏み直して帰ってこなきゃいけないから、足浮かしてなくてもまた足こうやって帰ってこなきゃいけないからね。そこら辺皆さんね、お勉強になりましたね。で、アウトね。で、その中で、6回表ね、先頭近本デッドボール、これ痛かったね。で、中野送りバントで、ワンアウト二塁から森下がセンターへタイムリーヒットで、佐藤ライト前ヒットでつないで、先ほどミスの大山がね、勝ち越しのタイムリーヒットね。で、前側のところでジャクソン交代、京山ね、前側セカンドフライでアウトになるけども、木浪フォアボールで、ツーアウト満塁から坂本がレフトへタイムリーヒットっていうところで、一気に4点、ビッグイニング、グッバッチ。もう阪神この連勝中も欲しいところで必ず1本出る。で、欲しいところで打線つながるね。だ、逆に言うと、ここね、京山、木浪の、だから、近本のデッドボールと木浪のフォアボール、結局この2四球絡んでるからね。これがちょっと DeNA 的には痛かった。ね。でも DeNA はね、4対1から3点差。ね。8回裏。ね。林がライト前ヒット。で、代打渡来ショートゴロでアウトになるけども、ワンアウト1塁から山本がツーベース。で、ワンアウト2、3塁から宮崎がタイムリーヒットで、ワンアウト1、3塁で4対2。ここで一気に行きたいところ、ピッチャー村上に代わって石井で、ね、牧サードゴロ。ね。で、最後、ツーアウト満塁から佐野をね、セカンドゴロでアウト。ここ、桐敷ね。この時も桐敷満塁だけど、インコースガンガン攻めてたね。このね、ピッチングも。ピチね、デッドボール当てたらとかね、とこもなく自信を持ってインコース投げて最後アウトコースっていうね、もう打ち投げて外っていうね、幅広いね、ベース板を使って打ち取っていくっていうね、この石井桐敷のグリリーフ、素晴らしかったと思います。で、結局ね、で9回には、岩崎が三者凡退に抑えて4対2、1イニングビッグイニング、あとはピッチャー陣でね、なんとか踏ん張っていく。 DeNA 的にはちょっとなすべなかった。あそこで牧が1本とこだね、まあ、結局はそこだけだったね。あのタイガースは欲しいところ1本パンつながった、ね、DeNA はつながらなかったっていうところが勝敗に直結したと思います。 DeNA 対阪神、3日の試合10対4で DeNA の勝利というところで、阪神先発大竹、6回98球、5安打3三振、1四球、1デッドボール、4失点と、7勝5敗目ね。オースティン1人にやられたかなとね。
17日巨人戦以来のね、黒星になりましたけども、DeNA 先発は吉野、4回74球6安打3三振1球3失点と、まあ、こちらも初回だけっていうねところはあるけどもね、阪神はね初回、先頭近本ライト前ヒット、長岡送りバントを決めてワンアウト2塁から森下がねレフトスタンドへツーランホームラン、そして佐藤もねバックスクリーンへ、2者連続ホームランで1点ね、3点先制ね、まあ、このまま阪神打つなと、このままの勢いでいくかなと思ったら、1回の裏すぐにね、梶原レフト前、そしてここで梶原が盗塁、で、牧フォアボール、で、佐野がセカンドフライでアウトになるけども、ツーアウト一塁でオースティンが、レフトスタンドへスリーランホームラン、クッパティ、ね、ホームランにはホームランをっていうところでね、一気に3対3の同点、ね。しかしね、5回の表に阪神はね、先頭なかなかね、ツーベース。で、森下がね、ライトフライ。これがタッチアップになって、ワンアウト三塁から、佐藤がセンター前タイムリーヒットで4対3で勝ち越し。ね。ここからでもすごいかなと思ったら、6回の裏にまたまたオースティンが、ね、レフトスタンドで同点ホームラン。で、7回にはね、ピッチャー岩佐だ。ね。先頭林フォアボール。で、柴田が送りバントを決めて、梶原三振。そして牧が一塁空いてるから敬遠。で、ツーアウト一塁から佐野がね、センターへタイムリーヒットっていうね。7回裏ね、岩佐に代わって先頭林がフォアボール、そして柴田が送りバントを決めて、梶原三振で2アウト2塁から牧がね一塁空いてるところで敬遠されて、2アウト1塁からね佐野がセンター前のタイムリーヒットで、ファーストランナーね牧がね三塁狙ったところ、センターのね近本が三塁悪送球、そして、2点目が入るっていうね、ここはまあキャッチャーのね岩佐もホームにねバックアップいってるからサードのカバーリングはいけないよね。で一気にね、6対4で、8回裏にもね宮崎センター前ヒットで海老名が送りバントを決めて、山本がセンター前ヒットで、ワンアウト一三塁から林がねセーフティースクイズ成功で、ここでもうホーム絶対セーフやのに、あれファーストで良かったんだよね大山もね。で、続いて代打ね渡来がショートに内野安打で、ワンアウト満塁から梶原の内野ゴロの間に1点で、牧のところで岡留が牽制悪送球で、牧がタイムリーヒット、一気に4点10点目ゲームセットね、ということでリリーフバタバタです。ミスもあってね、まあ自滅感はあるけどもね、逆に DeNA はね、まあウィックがね5回に失点するけども、6回以降はねウィック、山崎康明、ウェンデルゲン、森原とね非常にリリーフがね踏ん張ったおかげで、この攻撃にリズムが流れたからね、 DeNA のリリーフ陣グッピチね、逆に阪神のリリーフ陣バッとミスもあるし、まあ守備のミスもあったけどもね、まあそういったところでは絶調子よく来てたところでね、そういうミスでね、まあ阪神エラーが多いっていうところもあるけども、自分たちの流れをね壊したら次の日のね試合どうなるか、かなり不安なね要素が残るね3日の試合でしたね。しかし DeNA 阪神4日の試合4対0阪神完封勝利というところで、先発西勇輝がその不安を払拭させる好投、5回101球2安打3三振3四球無失点と、球数は結構多かったけどね、なんとか粘りのピッチング、その後にリリーフ石井、桐敷、ゲラ、岩崎とね完璧にリリーフが踏ん張って DeNA を3安打に抑えて完璧な勝利、グッリリーフグッピッチ西グッピッチね。で DeNA 先発ケイ、5回88球8安打6三振1球4失点というところで、阪神はね初回先制、先頭近本が内野安打で、中野送りバントを決めてワンアウト2塁から好調の森下がねレフトにタイムリーツーベースで1点先制で、5回にはねワンアウトから中野がレフト前ヒット、森下フォアボール、そして佐藤がねもうあんなもうスーパーホームランバッターの打ち方だけどね、合わせただけでバックスクリーン横だけどね、でスリーランホームランで4対0ね、このまましっかり逃げ切るっていうところで、前日ねちょっとエラーもあったりバタバタしたっていうところもあるけども、まあ、西の好投とね勝利の方程式、そして好調の森下佐藤がしっかり打つっていう中でね、このカード2勝1敗の勝ち越しはねいい形で終えれたんじゃないでしょうか。阪神の勢いはまだまだ続きそう、 DeNA どうした、ちょっとここで勢い踏ん張らないとやばくなってくるよっていうようなねこのカードでしたね。続いて巨人対ヤクルト2対4でヤクルトの勝利というところで、ヤクルト先発奥川6回86球2安打2三振無四球無失点ガペッチ、球数も少なかったしね、緩急つけて変化球も低めにいって素晴らしいピッチングだったと思います。その後ロドリゲス、星、山本、石山、小沢とね、なんとかねしっかり踏ん張って勝ち切り勝ち。巨人先発赤星6回99球4安打3三振3四球3失点というところで、まあ、最低限の役割は果たしてるけどね、でもなんせねあのジャイアンツ4安打しか打ってないからね、これはなかなか難しいね。ヤクルトは、2回表、先制っていうところで、先頭オスナ内野安打、太田がアウトになるけども、ワンアウト1塁から山田がセンター前ヒットで、ワンアウト1、3塁から中村悠平ね、ここセーフティースクイズ成功グッパってで、ここでねファーストの岡本が本塁投げて、岸田がねもうホーム間に合わないから慌ててファースト投げようとしてファンブルで
なおも進塁でランナー一三塁ね。で、僕はここでね、ここでもセーフティースクイズ試みたけども、キャッチャーファウルフライ。バッと。ここで決めとけばもっと楽だったのにね。しかしよ、このワンアウト一三塁の村上雄平のね、セーフティースクイズ、もうホーム絶対間に合わないんやから、岡本あれ取ってもね、序盤だしね、まだ。ファーストでアウトにしないと、あれこれ奥側に決められて2点になったらもっと偉いことよ。巨人のね、この日のテーマ、焦りすぎです。連敗中焦りすぎです。はい。で、ヤクルトはね、6回の表、先頭西川フォアボール、宮本送りバンドを決めて、村上セカンドゴロでアウトになるけども、2アウト3塁。で、オスナこれ敬遠気味のね、歩かされてフォアボール。で、2アウト1、3塁から大田がね、センターへタイムリー、スリーベースっていうところでね、これ2点入るの大きいよね。フォアボールからだからね。で、3対0。まあ、このまま終わるかっていうね、ところだったけども、まあ、ここまでね、7回まで2本しか巨人ヒットってないからね。8回裏、ね、ワンアウトから、伊豆口大城、連続フォアボール。ここで星がね、いや、これ危ないなっていうところで、ピッチャー星から山本に代わって、バルがセンター前ヒット。で、ワンアウト満塁から吉川がね、センターへタイムリーヒット。セカンドランナー若林も帰ってきて4対2。なおもワンアウト1、2塁。これで一気に行くぞっていうところで、ピッチャー山本から石網に代わったとこ、3番ヘルナンデス。4、6、3、ダブルプレー。ジェーンド。痛いね。これは痛い。ね。あ、岸田がワンアウトからね、伊豆口、大城のね、連続フォアボールね。これは痛い。ここで一気に行きたかったけどね。で、でもまだ2点あるからね、9回どうにかなるかっていうところで、ヤクルトは9回の表、ワンアウトから、中村レフト前ヒット、そして岩田の送りバンドを岸田がね、グラブだけで取りに行って、ファンブル、エラー、バッと、焦ってんのかって。あれ、ゆっくりアウトにしてたら、もうこの回2点差だったけども、で、その後ワンアウト1塁やって、長岡ファーストゴロでセカンドアウトになって、2アウト1、3塁、西川がね、バルドラードから、ライトへタイムリーヒットで、4点目ダメ押し。これかなり痛かった。ね。で、9回はピッチャー小沢にね、三者凡退でジャイアンツは抑えられて連敗。ヤクルトはね、4対2。ね。まあ、奇跡のクライマックスシリーズ向けてね、このジャイアンツの初戦は勝ち大きかったんじゃないでしょうか。逆にジャイアンツはもう焦りすぎです。ね。焦りすぎ。地に足をつけてやりましょう。今日どうなるのかで一戦ですね。巨人対ヤクルト3日の試合8対4でジャイアンツの逆転勝利というところで、巨人先発井上春人。4回3分の2、97球、5安打6三振、4四球3失点。ね。まあ、その後、船場様が投げて、船場様が勝ち投手。ね。で、ヤクルト先発、高橋慶一。4回99球、10安打4三振、無四球7失点っていうね。まあ、フォアボールは出さなかったけども、っていうね。もう、打ち合いだからね。初回ね、村上のツーランホームランで先制するけども、2回の裏に、大城坂本の連続安打で、ノーアウト2、3塁のチャンスを作って、岸田が、スリーランホームランで勝ち、逆転。で、3回の裏には大城がタイムリーヒットを打って4点目。しかし5回表にね、オスナが2アウト1塁からタイムリーヒットを打って1点返すけども、5回の裏に、吉川センター前ヒット、ヘルナンデスが2ランホームラン、岡本がレフトスタンドへソロホームラン、そしてなおも続いてワンアウト満塁から、船場様がセンターへの犠牲フライで4点の8対3。ね。で、9回の表に宮本のね、タイムリーヒットでヤクルトは1点返すけども、さすがにこのビッグイニングはね、痛かったね。まあ、これ打ち合いになったらね、もうどうしようもないからね、もうなんとか踏ん張っていくしかないけども、高橋奎二もなかなかね、好投が続かないっていうところもあるしね、まあ、井上はまあちょっとずつ経験を積みながら試合展開をね作っていくっていうところはね、まあ、これからの経験上ね、いろんな経験していってほしいっていうのはあるけども、まあ、巨人としてはね、船場様、高梨、ケラー、バルドナードのね、まあ、最後バルドナードが1失点するけども、なんとかねリリーフが踏ん張りきってね、しっかり一発攻勢で勝ち切ったっていうところではね、まあ、ジャイアンツもねちょっとずっと連敗してたからね、このヤクルトのね、連敗ストップ、この3日の試合はね、非常に大きな勝利になったと思います。まあ、この連敗ね、止めるのはバンバンバンってもう一発攻勢ね、出るしか止まらないからね、そういったところではいい止め方したんじゃないのかなと思います。巨人とヤクルト4対1、4日の試合、巨人の勝利というところで、巨人先発菅野、7回89球、5安打4三振、1球1失点で、今季10勝目、グッペッチ。ね、さすが、キャンプ初日からね、4、5年ぶりにブルペン入って、今年にね、キスる思い、ヒーローインタビューでも語ってましたけどもね、まあ、その中でね、10勝、この時期ね、素晴らしい。でも15勝が最低ラインだからね、まあ、あと5勝、どこまで勝てるか。まあ、これ10勝も素晴らしいけど、2敗しかしてないっていうところがね、もっと素晴らしい。ね。で、ヤクルト先発石川、5回75球、5安打1三振、2四球2失点。まあ、最低限試合作ってるからね。で、自身、プロ入り後、23年連続ヒット。グバッて。ね。っていうところもあるけども、巨人はね、初回先制っていうところで、先頭丸がライト前ヒット、で吉川が4、6、3ダブルプレーでアウトになるけどもね、ここからヘルナンデス、岡本が連続フォアボール、ここね、やっぱり痛かった、石川らしくないよね。
で、ツーアウト一塁からね、大城がセンターへのタイムリーツーベースっていうところでね、一気に2点先制。ヤクルトは5回表にね、ワンアウトからね、山田ランナー安打。で、岩田がショートゴロでね、ランナー岩田と山田が入れ替わって、で岩田が盗塁成功して、ツーアウト二塁になって西田がね、タイムリーヒットで1点返すっていうね。しかしね、菅野のピッチング良かったね。まあ昔みたいにね、ガーンってね、剛腕の凄みはないけども、やっぱり制球素晴らしい、変化球もね、低めに集めてっていうところで、連打許さずね、1試合をまとめ上げるっていうところではね、非常に素晴らしいピッチング。で、なんとか踏ん張ってる中ね、巨人は8回裏、先頭ね、丸がフォアボール。で、吉川が送りバントをね、ここファウルフライバーッと。ここしっかり決めなきゃ。ね。まあでもね、村上のダイビングキャッチ素晴らしかった。グップレー。ね。そしてワンアウト一塁からね、ピッチャー山本から1試合目に変わってヘルナンデスがね、センター前ヒット。ここではね、太田がファンブルミスでランナー進塁。で、ワンアウト一三塁から岡本がきっちり犠牲フライを打って3点目。で、そしてツーアウト一塁から大城がセンター前へ続いて、ツーアウト一三塁からね、坂本が初球のアウトコース難しいところをね、ライトへタイムリーヒットを打って4対1っていうね。まあ、これもうミスも痛かったね、ファンブルね。で、その中でね、まあ、7回、菅野がきっちり投げて、8回、高梨、そして9回、大勢がね、しっかり抑え切るっていうところでは、最初ね、失点で守り抜いて、ね、得点もなかなか入らなかったけどもね、投手陣のしっかりした粘りとね、打撃陣が最後ね、優位に取って、ダメ押し点を取ったっていうところで、試合の流れは完璧だったし、まあ、連敗中でね、阪神3連敗で帰ってきたね、東京ドームでの試合でね、しっかり最低限ね、2勝1敗で勝ち越したっていうところは、巨人にとっては大きなね、勝ち越しだったんじゃないでしょうか。さあ、ということで、ベストライン発表していきましょう。まず、パリークから、ピッチャー、西武、竹内、もう新人王まっしぐら。キャッチャー、オリックス、マリ。ファースト、日本、清宮、ホームランアーティスト、放物線は素晴らしい。ね。セカンド、オリックス、大里、ここからどこまで頑張るか。サード、ソフトバンク、栗原、安定的。はい。ショート、西武、源田、ここに来て打撃好調。はい。レフト、西武、蛭間、早日甲子園出場おめでとう。はい。センター、日本、松本子、はい、頑張ってます。はい。ライト、ロッテ、藤原、復帰してから大きいバッティング。はい。DH、ソフトバンク、今度、安定です。はい。リリーフ、ソフトバンク、沢柳、2勝、グッピッチ。はい。セリグ、ピッチャー、中日、高橋宏斗、グッピッチ。キャッチャー、広島、坂倉。ファースト、ヤクルト、オスナ。はい。セカンド、巨人、吉川。はい。サード、阪神、佐藤輝。14アンダー、打ちすぎてます。はい。ショート、ヤクルト、長岡。今年はベストラインかな。レフト、DeNA、佐野、打撃好調。はい。センター、阪神、近本、打撃陣、ね、引っ張ってます。ライト、阪神、森下、積極的にヒットが出てます。はい。リリーフ、阪神、桐敷、グッドリリーフ。はい。さあ、ということで、佐々木ちゃんで、月曜日、総チェック。おしまいですね。ここからまだまだ本当どうなるか分かんない。ソフトバンクロッテ戦の首位で、ね、ここはもうロッテは最低2勝だからね。そういった中ではどうなっていくのかね。そして巨人広島、ここもどうなるのか非常に楽しみですね。ということで今週もプロ野球盛り上がっていきましょう。